なあ、アリス、なんだか距離が近くないか。いつでもそばにいていい。そう言ったのはお前の方です。それはそうだけど、この距離はあまりにも。何か変なことを考えていませんか？私はあくまで元の世界に帰るためにこうしているのです。わかったよ。キリト、聞いてもいいですか？まあ、いいけど。お前のこの世界における使命はどのようなものなのですか？使命ってまた随分と。アリスのこの表情、茶化して答えるのは良くないな。そうだな、あんまり意識したことはないんだけど、一つあるとすれば、仲間を守るってことかな。仲間を守る。敵から守るってのはもちろんだけど、それ以外にも仲間が楽しく、なるべく嫌な思いをしないようにできたらいい。そのために自分にできることを考える。まあ、この世界におけるというより、俺自身の使命って感じだけど。世界の使命ではなく、なんて少し大げさだったかな。いえ、それは重大な使命です。仲間を、同族を、お前の仲間たちはとても幸せですね。だといいんだけどな。仲間が幸せなら俺も幸せだから。私も元の世界でとても重大な使命を負っていました。私こそがやらなければならないと。だから別の世界に来てしまった時、こう考えたのです。私は元の世界で不要となってしまったのかと。アリス、そんなことは。でもお前の言葉で気づきました。使命は世界から与えられるものではない。常に自分自身の中にあるのだと。ありがとう、キリト。お前は私に大事なことを教えてくれました。俺は別に何もしてないよ。今の答えだってアリスが自分で導き出したものだ。それにさっきアリスが言ったことが本当なら、アリスだって幸せなはずだぜ。え？どういうことですか？アリスはとっくに俺たちの仲間になってるんだから。俺の仲間は幸せなんだろ？あそれは少しばかり詭弁に聞こえます。ああ、やっぱり。でもお前の心遣いには感謝します。ありがとう。